こんにちは、マックワタンです。リクエストいただいたお漬物、こちらのヨーロッパの大きいキュウリとナスでやばいボリボリ漬け作っていきます。ご飯との相性も最高、常備菜としてもいけます。今回も美味しくできますので最後までご覧いただけると嬉しいです。まずはキュウリからです。上下のヘタをまず取ってもらって、切りやすいように半分にしちゃいます。そこからね、縦半分にしてもらって1センチから 1.5 センチぐらいの幅かな、これぐらいの感じでスライスすると食感もね、ボリッとなっていい感じです。こんな感じ。はい、続いてナスですね。こちらもヘタをね、こうぐーっとなんとなくギリギリのところで落として、とりあえず縦半分にして、ここからね3等分ぐらいですね、2本包丁を入れて、こんな感じですね。でここから、これもキュウリと同じぐらいのサイズですかね、1センチから 1.5 センチぐらいの幅で、こんな感じのサイコロ状の感じですかね、食感が残っていい感じになります。はい、ということでこんな感じです。キュウリとおナス別々のボウルに入れてもらったら塩していきます。1本に対して小さじ1ぐらいですね、ビニール袋か手袋かなんかでね、こう揉んであげてください。水分がちょっと出てくるぐらいまでぐるっと。はい、おナスも同じです。小さじ1の塩でぐるーっと、ちょっと水分が出てくるかなぐらいまで、ここからね15分から20分ぐらい置いて水出します。はい、お野菜放置してる間にお漬物の漬けだれ、醤油ですね。まずなるべくね、海外生活の人でも手に入りやすいやつ使ってます。白ワインです。料理酒の代わりですね、全然白ワインでもいいです。穀物酢、蜜柑のお酢ですね。それから、お砂糖ですね。このお砂糖、醤油、お酢の配合はね、好みあると思いますけども、今回はこんな感じの割りです。はい、お次、生姜ですね。こちら皮むいてあります。薄くスライスしてもらって、千切りにしていきます。生姜のね、アクセントがあるといい感じに美味しくなります。続いて、鷹の爪です。先っぽをちょっと切って、種を出してもらって、ハサミで輪切りにしていきます。これ、アジアスーパーでね、買えます。鷹の爪ね。さて、キュウリこちら20分ぐらいですね、経ちました。水結構出てきましたね。ペーパー敷いてもらって、ちょっとキューッと絞りながらペーパーに一度開けていきます。でここからね、よく水気を拭き取ってください。このね、水気残ってると日持ちも悪くなるし、ちょっと味もねぼやけたりするんで、こちらをねタレの中にとりあえず入れてきます。でナスも同じ感じで、ペーパーの上によく絞って置いていきます。これもキュッと拭いてね、こちらも鍋に入れました。鍋に入れたらこちらを火にかけていきます。強火です。キュウリとナスね、火通すとね、いい感じの食感になって味も染みやすくなります。一度これ沸騰させたら OK です。火から外します。でザルとボウルを用意して、こちらの方にこのキュウリとナスだけをね、汁気を切って引き上げていきます。こんな感じですね、ポンポンと。こちらね、30分ほど粗熱取っておきます。でこちらの汁はですね、また火にかけます。強火でいいです。一度沸かしていきます。はい、沸いてきたらですね、この状態2分ぐらいキープしてもらって、ちょっと煮詰めます。そうするとね、仕上がり醤油の角が取れてマイルドになります。はい、2分ぐらい経ちましたね。総量の1割程度減ってくれば OK です。こちら火から外して30分ぐらい粗熱取っておきます。この機会にぜひチャンネル登録お願いします。はい、30分ほど粗熱取りました。タッパーね、こちらよく水気を切ったタッパーに入れてあげてください。でこちらのタレはですね、こうザルで一回こしてあげると日持ちが良くなります。こんな感じでね、ちょっとゴミが出てくるので、で、用意しておいた生姜ですね、こちらを入れて、輪切り唐辛子、鷹の爪を入れてぐるっとひと混ぜしたら OK ですね。でこちらをですね、ラップ、こちらですね、このラップホルダー、こちらキュッと切って、落としラップですね。こうするとね、上の方も浸かりが良くなるんでね、キュッとこんな感じで締めてもらえば OK です。でね、これ完全に冷めてたらこのまま蓋しちゃってもらっていいんですけど、冷めてない場合はね、ちょっと冷めてからこのキュッと蓋をしてください。温かいまま蓋するとちょっと蒸れちゃうんでね、まあ冷めたら蓋をして、ここから冷蔵庫で一晩漬けていきます。どんな感じの仕上がりでしょうか。はい、ということで一晩経ちました。早いですね、3分クッキーみたい。はい、ベタラップを外してもらって、はい、こんな感じにいい感じにキュウリもおナスも使っております。こちらね、ご飯炊いてます。ご飯との相性抜群、こちらでキュウリとおナスやばいボリボリ漬け完成でございます。そう、今から食べていきます。
出ました、おいしい。きゅうりの食感がボリボリ気持ちよくて、お茄子もいい感じに味が染みて、これは止まらない漬物といったところでしょうか。おいしい。ちなみに漬けだれ余ったらこして火にかけて沸騰させればもう1回ぐらい使えます。今回の漬けは2週間ぐらい保存可能です。常備菜としてもいいですね。ご飯がふむつて簡単だけど懐かしいうまいボリボリ漬け、よろしければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。以上です。